ただいま競馬場、今日のメインレース11レースは第38回デアリーステークス G3 牝馬限定芝の外回り 1600m 出走メンバーは16頭です。出走馬16頭すべてが1勝馬、貴重な2勝目を挙げるのはどの馬か。ここを勝って一歩抜け出したい16頭。今日のウィータイム対象4つ目、10分ほど前にうっすらと日差しが出たんですが、また曇り空に変わっています。高山競馬場ゴール板の上にはすでに明かりが灯っています。そして冷たい風が吹いています。高山競馬場最後は16番フィールシンパシー、収まってフェアリーステークスゲートイン完了。スタートしました。少しばらついたスタートになっています。まずは内から3番スターズオンマース、並んでいく5番スクルトゥーラ、裏側の奇跡、体半分のリード、4コーナーのカーブに向かって接近する16番フィールシンパシー、残り 400m、 4コーナーカーブずらっと横に向かって第4コーナーカーブから直線に抜けました。3番手7番ビトルクール、大阪は8番ライラック、さらには5番スクルトゥーラ、3番スクルトゥーラ、進路が狭くなる事情があります。この件につきましては後ほどパトロールビデオを放映します。
11レース今日のメインレースはリステッド、ヨロテ2番グルージットの前からの6走目その後5番がリンスピットインコース1番アンコールフル中段9番のリンゴアメ接近15番のファーストコリオ800を切って3コーナー中段1点の後ろは6番レインボーフラッグ13番ホープサインインコース8番のハッピーアワー後方4番目11番名称カリン並んで同番12番対戦アベニューが上がっていきました前半633秒44コーナー後方2投目7番コロナクーで最後方14番のジョー・アラリカ4コーナーカーブ、確かにレジェンド先頭に4コーナーカーブ直線北へが2番手から接近、残り4脚、坂を登ってきます3番手の10番、ビオグラフィーインコースが内から2投目、4番のスマートクラージュです追い込み勢、足のどうか追い込んでくるのは2番のブルービットさらには5番のダディースビビッド200を切って坂を登りきった内から抜ける4番のスマートクラージュ外からはダディースビビッドが並びに来る現在3番手はブルービット後方を追い込んでくる13番のホープサイン以下先頭4番のスマートクラージュスマートクラージュ先頭で降り2着5番ダディースビビッド最後10番の大勢やメニューが追い込んで3番手に上がったようです内で2番のブルービットは4番手今日は後一追走直線内から2投目のスペースを伸びてきて4番スマートクラージュ抜け出しました松山晃平騎手の勝利です松山騎手これで通算899勝通算900勝まであと1勝としました5番ダディーズビビッドこれが2着で追い込んだ12番大勢やめきむ3着勝ちタイム1分7秒9上がりはオーナーの 800m 45秒4 600m は34秒4でしたスマートクラージュは前走が初めての 1200m 戦で快勝でした今回もまた 1200m の距離で3のクラスそしてリステッドと連勝としました5番ダディ・ピニットはこちらは 1200m これも去年の青いステークス以来の2度目の距離出走で2着12番海鮮ヤベニールが3着でした海鮮ヤベニールは去年のこの日の短距離ステークスは7着2年連続の出走で3着としています中京競馬11レースリステッド夜短距離ステークスが終わりましたディープインパクト産駒の5歳5番スマートクラージュ松山晃平騎手の騎乗で夜短距離ステークスリステッド勝利です松山晃平騎手はこの勝利が通算899勝目この後の最終レースに900勝の区切りがかかります到達順1着4番スマートクラージュ2着5番ダディースビビッド3着12番海鮮ヤベニール4着2番ブルービット5着1番アンコールクルーです確定までお待ちください
場の関係者に対しまして、今一度盛大な拍手をお願いいたします。これをもちまして表彰式を終わります。